クソダメに落ちたらしいな、エレン。懐かしいな、エレン。相変わらずお前は蹴りやすい。拘束する。話はそれからだ。その面、地下街で腐るほど見てきたクソ野郎のそれだ。まさか。喜べ、全てお前らの思い通りだ。おい、いつまでそれを使う。あいつらまだ騒いでやがるのか。このガキは何だ。ロボフさんを殺し、立体軌道で乗り込んできました。その余波で獣が予定より多めに遺失物を俺たちにくれてやったわけか。道家にしては大した即興劇だったなあ、ヒゲズラ。俺は一番食いてえもんを最後まで取っておくタイプだ。これで時間は稼げたはずです。世界がパラディ島に総攻撃を仕掛けてくるまでの時間かい。君は我々を信頼し、我々は君への信頼を失った。必ず報われる。